コジーは日本のギタリスト、シンセシスト。現在活動停止中のビジュアル系、バンドマリス・マイザー、および現在は海外での活動を中心とするイブ・オブ・ディスティニーのギタリスト。また、ジスのボーカルであり、国内でのソロ活動では主にボーカルを担当している。ガールおよびビヨンド・ザ・リー・イン・スイートという2つのバンドを経て、アルバイト先で知り合ったマナと、 マテンロウというバンドで共に活動。以後は略歴を参照のこと。マリス・マイザーでの彼のイメージカラーは、レッドで、大きな、ひだつきの襟のピエロのようなコスチュームを着た人形の役、等中性的な役柄が多い。ビデオとステージ上では、マリオネットを思い出させるような動きを表現に、取り入れていた。マリス・マイザー後のイブ・オブ・デスティニーでのステージやサウンドは、 よりゴシック要素の強いものとなっている。2002年に、いざよいの月にて、著者の水なし子とのコラボレートとして、サウンドトラックを提供。2007年8月に、音楽を担当した、夏目大一郎監督、脚本、清水新主演の映画、ルーダイアモンドナックルスが、インディーズムービーフェスティバルにて、第9回グランプリを受賞。2008年5月、 活動休止中のデッドマンのボーカルマコが発表したパーソナルブックベリードアライブ・バイ・ワーズに付属するソロ CD ベリード・ウィズ・ザ・ライトでゲストミュージシャンとしてギターとベースにて参加している。コジーソロとして2008年12月にマナ率いるモイ・ディックス・モアのイベントゲスト2009年7月にモイ・ディックス・モアとのカップリングツアーにて公演。ありがとうございます。